はい、どうも、テラキラスです。さあ、ウルトラギャラクシーファイト、ザ・デスティニークラッシャー、運命の衝突の、ブルーレイがですね、先日発売されまして、私もですね、買ってしまいました。まあ、つぶらイマジネーション入ってますし、しかも20日ですか ?11 月20日にはですね、一本化されたですね、ものも配信されるってことなんで、まあまあまあ、別に円盤買うっていうね、思われる方もいるかなと思うんですけれども、まあ、いかんせん僕がギャラファイシリーズが大好きということで、応援の気持ちも込めてですね、円盤買いたいなと、思ってですね、買ってしまいました。で、まあ、ギャラファイシリーズはね、実は結構円盤で、ね、買っておりまして、ニュージェネレーションヒーローズ、そして前回の大いなる陰謀と、今回3作目ですけどもね、しっかりとね、集めております。いやー、ギャラファイ、いいよ。ギャラファイはいいよ。もうとにもかくにはやっぱ僕ね、ウルトラマンが好きなんだなって本当に思う。ウルトラマンが動いてるだけでそれはもうハッピー。幸せですよ。もう今回もやばい。素晴らしいの一言に尽きるっていうことでね。もうそんなウルトラギャラクシーファイト運命の衝突ですけれども、ですね、ブルーレイ特典というものもですね、しっかりとございまして、オーディオコメンタリーですかね。今回はそれがついております。参照構成となっておりまして、まず前半部分がウルトラマンタイガーの寺島拓馬さんとウルトラマン Z の畑中タスクさんのオーディオコメンタリー、そして中編がウルトラマンリブットの駒田渡さんとアブソリュートティターンの安本博樹さん、後編がウルトラマンレグロスの中村修吾さんとウルトラマンベリアル小野裕樹さん、ウルトラマントレギアの内田優馬さんっていう、まあ豪華な豪華な、オーディオコメンタリーとなっております。でね、今回ねメイキングがねないのがちょっと残念なんですけれども、これねつぶいまのそれこそインタビューとかちょっと読んだらわかるかなと思うんですけど、これ相当ね結構キチキチだったらしいんですよ。その撮影スケジュールとか制作スケジュールがキチキチだったらしくて、あーこんなに厳しかったんだって後で読んで思いましたけど、それぐらいね相当カツカツだったらしいんですよ。ってことで多分メイキング撮る余裕がね、なかったんだと思われます。もう作品見てても正直ね、やばいですよ。あれは大変ですよ。そう、あとね、このブルーレイ特典かな、冊子がついてまして、アブソリューティアンのデザイン画ですとか、どういう風なコンセプトで作ったのか、そして脚本の足木さん、監督の坂本監督の、対談みたいなのも、このね、ブックレットに載っておりまして、それもね、良かったですね。あ、アストラそうだったのみたいなとか載ってたりとか、アブソリューティアンのデザインコンセプト、あ、なるほどな。確かにすごいわかる。みたいな。ちょっとね、その辺のブックレット解説もね、面白かったですね。まあ、そんなね、ウルトラギャラクシーファイト運命の衝突、ええよと言っておりますが、まあ、本当にね、前編ね、どのシーンを切り取ってもね、うわ、もういいなっていうところばっかりなんですけれども、まあ、中でもね、このウルトラギャラクシーファイト運命の衝突の、まあ、好きなシーントップ3をちょっとね、紹介して終わろうかなと思います。まだ見てない方はネタバレ注意です。はい、ということで、もう、ランク付けするのも難しいけどね、もう第3位、帝王グアスペクタ。いや、グアスペクターよ。僕もほんとグアスペクターめちゃくちゃ見たくて。ウルトラマン X でさ、一応グアってものは出てきたけれども、モルド兄さんが、まあ、ジュラとギナのレリーフのついた剣を持つっていう、結構まあシンプルな形だったじゃないですか。というところで、あ、ほんとのグアスペクター見てえなと思ってて、やってくれたんですよね。いや、まずギナが出てきてくれたっていうところもほんとに、うわぁ、ギナがもう出てきてくれた。ギナ姉さん来た!いや、ジュラとモルドと融合いたしまして、グアに変身するんですけども、これがね、アンドロメダスに登場したね、グアをちゃんとモチーフとしつつも、めちゃくちゃかっこよくなってるんですよ。アンドロメダスに登場した、グア。デザインがものすごいシンプルというか、結構ですね、簡素な作りなんですよね。結構簡素な作りだなっていう印象があるんですけれども、でもちゃんとジュラ、モルド、ギナが、融合してるっていうデザインコンセプト、そしてあと、ホワイトのボディなんですけれども、そういったところを踏襲しつつも、モルド兄さんのスーツをこう改造してグアスペクターにしてるっていうところも完璧で、いや、これだよ、これと。これが見たかったぜ、グアスペクターっていうのをね、ちょっと作ってくれたのが本当にね、嬉しかったです。いやー、
あのグアスペクター、人形出してくんねえかなーって思ってますね。ソフビでいい。ソフビで、あ、本当はね、アーツとかも欲しいんだけど。まあ、ソフビでいいです。まあ、アーツだとまだタルタロスすら出てないですからね。アーツは望み薄だなと思いますけど、せめてソフビぐらいは出てくれたら嬉しいなとは思っております。いや、グア最高でした。はい。第2位、惑星ブリザードのウルトラ兄弟ですね。いや、もう、かっこよすぎる。かっこよすぎる。こんなウルトラ兄弟が見たかったっていう、もう、技のオンパレードですよ。もう、バンバン、バンバン、バシバシ、バシバシ、ウルトラ兄弟がね、技をね、連発してましてね。ああ、もう、6兄弟好きからすると、ああ、と失神しかけましたね。はい。でね、もう一つね、メビウスインフィニティよ。インフィニティ。あれやっちゃもう、おしまいですよね。いやー、メビウスインフィニティなんて、メビウスさんのウルトラ兄弟の、あの映画でしか出てきてないので、そこからですね、16年ぶりとかかな、なんですけれども。いやー、久々のインフィニティ、よかったね。活躍シーンはね、そんなに多くないんだけれども、あの一瞬でインフィニティのインフィニティらしさ、インフィニティたるゆえんをね、バッチリ見せたけど、うーわ、かっこいい最高でしたね。そして第1位は、まあいろいろ悩みましたけどね、僕は惑星バベルのウルトラマンノアかな。ウルトラマンノアがちょっとやっぱ一番、うひゃーってなっちゃいましたね。あのね、まずネクサスをね、喋らせないっていうところを決断した。ああ、そう来たかと。いや、僕ね、ネクサス出るんだったら、誰声当てるんかなとか、いろいろ妄想してたりしたんですよ。それこそ、ウルトラマンザネクストで、田中さん、ウルトラマンメビウスとかで、まあ、ゾフィーの声に当てられてましたけども、田中さんが、まあ、声当てるのがいいのかとか。あと、川久保さんね。まあ、コボン君ではないけれども、まあ、でもやっぱネクサス繋がるってことで、川久保さんが声当てるのがいいのかとか、ま、いろいろね、悩んだんですけど、そこを飛び越えてきました。喋らせない。あー、なるほど、そういう風に来ましたから。しかもそれがバッチリ決まってたんですよ。我々には、こう、声は聞こえないんだけれども、ただその表情で伝える。動きとその表情で伝える。ウルトラマン表情ないんだけどね。でも、表情が見える。そういう方向で舵を切ったから。あ、僕の考えは浅かったなっていうところとです。あとは、まあ、ウルトラマンキングがプロローグ編からなかな、アブソリューティアンとのその戦いはあまり望んでいないみたいな雰囲気を醸し出していて、あ、なるほど、なるほどと、どういう風なエンドを迎えるのかなと思ってたんですけど、ウルトラマンノアまでウルトラマンキングと同じようなことを考えていた。だからこそ、あえて汚れ役に回ったっていう、あー、なるほどな。そこでのネクサス・ジュネスのかっこよさたるやですよ。メタフィールドのね、あの演出も良かった。だねー。むしろ、エネルギーがどんどん奪われていくっていう、ダークフィールド的な、能力を発揮しましたけれども、あの、メタフィールドの、なんか CG の表現とか、すごい作り込みが細かかったし、ウルトラマンネクサスが、またこれまたたくさんいろんな技使ってくれたりだとか、アンファンスのかっこよさを見せて、ちゃんとジュネスのかっこよさを見せて、で、メタフィールド解除されたら、今度ジュネスブルーでもう一回出てくるっていう、あの構成の素晴らしさ。いや、ジュネスブルーをちゃんと見せてくれるんだ、やったぜ。しかも、相手をするのがウルトロイドゼロってことで、いやー、最初、あ、ウルトロイドゼロなんだ、へえ、意外だなと思ったんだけど、これよくよく考えたら人造ウルトラマンつながりなんですよね。というのもさ、ダークサギが実は人造ウルトラマン的な立ち位置で、クラゲさんたちねあのクラゲさんたちがいわゆるあのウルトラマンノアを模して正義のために作ったものだったと。ただそのダークザギがものすごい簡潔に言うと裏切ってしまってですね、スペースビーストの親玉になっちゃったっていう、まあそういった過去があるんですけど、ウルトロイドゼロがね、出生がね似てるんですよ。ウルトロイドゼロも人間たちが平和のために作ったにもかかわらず敵に回っちゃったっていう、まあそういった経緯があるじゃないですか。というところで人造ウルトラマンだったりだとか、それが敵に寝返ってしまった的なところで結構出生が似てる。だからこそここでウルトロイドゼロとネクサス、もっと言ったらウルトラマンノアとぶつけた。あー、そういうバトルカードか。もう1手2手3手4手5手ともう先行ってるんだと、お見それいたしましたと。あー、しびれましたね。ちゃんとアンファンス、ジュネスブルーを見せて、最後にウルトラマンノアがドドンと満を持してドドンと出てくるって。はー、ありがとうございます。ありがとうございます。あと、本当、もっと言ったら、惑星バベル編が、USA、ウルトラホース、
もね、活躍してくれるわけで、ウルトラホースとリブットだったりだとか、ウルトラホースとジョニアスだったりとか、その共演見たいよね。惑星パブル編語り出したら、まあ、止まらないなって、ありますね。はい。はい、ということでね、今回は、ウルトラギャラクシーファイト、運命の衝突のブルーレイを買っちゃったぞーいっていうところでですね。まあ今この3つ挙げましたけれども、まだまだ言いたいところたくさんありますよ。例えばね、ゼノンが、ギャラクシーソード、マックスギャラクシーをね、つけてるのがもう、はぁいろいろあるんですけれども、まあ言い出したらキリがないのでね、今回ここまでにしときたいと思います。いやー、ウルトラギャラクシーファイトシリーズね、ここどうなっていくんでしょうかね。まずは一旦、ウルトラマン、レグロスでちょっと箸休みというか、箸休みにならなそうだけどね、レグロスはレグロスでちょっとこれ、またね、とんでもない方向に舵を切ってるので、めちゃくちゃ情報解禁するたびに、どんどん楽しみ加減が広がってるんですけども、で、多分レグロス挟んで、そこからウルトラギャラクシーファイト最終章になるのかなと思うんですけれども、本当に楽しみですね。あと尺がどうなるのかも楽しみですね。今回のウルトラギャラクシーファイト運命の衝突の時点で、だいたい2時間超えてるのかな、っていうところでね、ほぼね、劇場版なんです。一本か、プロローグ編から、それから運命の衝突の、全10エピソードですか、合わせるとですね、だいたい2時間超えるということで、もう劇場版なんですよ。映画なんですよ。っていうところでね、最後、最終章、どういった尺になるのかっていうところも楽しみですし、あとは、トリガーあ、でっか、それから、ティガ、ダイナ、ガイア、アグルだとか、ね、平成三部作、この辺のね、登場も、いよいよ来るんじゃないかと僕は期待しておりますので、そしていよいよウルトラマン全員集合、ずっと叶わなかったウルトラマンが全員集合する、しかも物語というね、縛りの中で、ウルトラマンが全員集合するっていう奇跡の映像が見られるんじゃないかということで、ウルトラギャラクシーファイトシリーズ、次回作も楽しみにしております。というのを込めて演目を変えました。はい、というところでね、皆さんもぜひ、ウルトラギャラクシーファイト、つぶ今でもいいですし、円盤は円盤で、オーディオコメンタリーも面白かったし、その冊子とかもね、いろいろ読めるので、面白いとこあるんですけど、11月の20日からは、プロローグ編プラス10エピソードが、一本化されたものも、ね、11月20日から、つぶらイマジネーションで配信されるので、なんでもいいです。とにかくこのギャラファイを見て、とにかくギャラファイを僕は見て、それぐらいちょっと、僕の推しです。はい。というところでね、以上、レナケダスでした。では、バイバイ。